慰謝料と養育費を払えだ。身に覚えもない。帰ってくれ。いいんですか。このままだと裁判になりますよ。あなたが暴力団幹部ということは分かってるんです。裏でいろいろまずいことやってるでしょう。芋づる式に明るみに出ますよ。てめえ、所詮ヤクザなんて頭が足りないからな。このまま畳みかければ楽勝だ。さあどうします。弁護士のふりしてヤクザを騙そうとした男の末路。俺の名前は轟圭一。日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今日は経営するタピオカ屋に売り上げの回収に来ている。今月はまずまずだな。あの轟さん。どうした。轟さんを呼んでほしいとおっしゃるお客様がいらしてます。俺を店で呼ばれるなんて珍しいな。まさか丸棒のアリゲーか。あの女刑事め、いつも俺の周りを嗅ぎ回ってやがる。いえ、男性の方なんですけど。あ、男？轟圭一さんですね。ああ、そうだが、知らねえ男だな。誰だ？私、こういうものです。弁護士だって？単刀直入に申し上げます。本日はあなたから精神的苦痛を受けたという女性の依頼で参りました。つきましては、あなたに慰謝料と養育費を請求します。なんだって？請求。この女性に覚えがあるでしょう。いや、全くない。現在の写真なので当時と少し印象が違うのかもしれません。当時ってなんだよ。轟さん、あなた以前風俗店を切り盛りしていたことがあったでしょう。確かに若い頃組から任されてた店があったな。それがどうした。彼女はその店に勤めていた元従業員です。一緒に写っているのはあなたの息子ですよ。バカバカしい。そんなことあるわけないだろ。彼女はあなたに捨てられて人生が狂ったんですよ。一人きりで子供を抱えて途方に暮れ、精神を病んでしまったのです。近頃になってご自身に慰謝料や養育費を請求する権利があると知って私に依頼されたというわけですよ。嘘つけ。大体な、俺は従業員に手なんか出してない。言いがかりも大概にするんだな。よく見てください。この子の目元なんかあなたにそっくりじゃないですか。こっちは忙しいんだ。冷やかしなら帰ってくれ。いいんですか、そんなこと言って。ああ、どういう意味だ。メダリ、あなたの経歴は調査させていただきました。あなたが暴力団幹部だということは分かっているんですよ。裏でいろいろまずいことやってるんでしょ。このままだと裁判になります。そうなれば芋づる式に明るみに出ますよ。いいんですか。てめえ、先ほど養育費のことをお伝えしましたが、先方も暴力団のあなたと今後も関係することは望んでいません。本来養育費の支払い時期はお子さんが成人するまでですが、今回は慰謝料を含めて800万円で示談にしても良いとの仰せです。800万だ。さあどうします。足元見やがって日頃の行いがものを言いますね。こちらの要求を飲むのがそちらにとっても一番傷が浅い。少し考えればわかるはずです。ああ失礼。考える余裕がある方はこんなことで訴えられたりしないかもしれないですね。ああ、てめえもう一回言ってみろ所詮ヤクザなんて頭が足りない。このまま畳みかければ楽勝だ。この野郎、黙って聞いてりゃ好き勝手言いやがって。目に物見せてやるべ。あら轟。なっ、ありがや。こんな店先で何やってるのよ。お前こそなんでこんなところに。休憩中なのよ、悪いかしら。くそ、タイミングの悪い時に出てきやがって。この女刑事め、すっげえ。ガサ入れならともかく、休憩中、仕事以外でアリガヤとお話できるなんてラッキーバイ。ん？お話？あ、まずい。こんな話アリガヤに聞かれたら。お知り合いですか？でしたら長く立ち話するわけにもいけませんね。早くご決断なさるのが賢明ではないですか？何のことですか？ほころび。轟に隠し子ですって？違う、誤解だ。何が誤解なのよ。あなたって人は見損なったわ。いいから落ち着けって。ほら、あなたも同じ女性として憤りを感じるでしょう。このまま知らん顔でいるなんてあってはならないことなんですよ、轟さん。裁判なんて大ごとにしなくても示談にするのがいいと思いますけどね。示談にするとしてもだ。その女の名前はまだ聞いてないぞ。
詳細を聞かせろよ。それは今はお伝えできませんね。こちらの女性は第三者ですから。私？第三者が立ち会っている場面で個人情報を漏洩するわけにはいきません。ほう、だったら示談を拒否したらどうなる。こっちだってどこの誰ともわからんやつにポンと金は払えねえな。でしたら裁判です。それも拒否するようなら強制執行ですね。強制執行？支払いの義務がある者がそれを拒否した場合、財産の差し押さえなどで強制的に徴収を行います。同意もなく強制執行するというんですか？そんなのおかしい。ありがや。え？いいから聞いてろ。とどろき、何を考えて。まあ確かにこいつの言う通り、同意もなく強制執行なんて無理じゃないのか。拒否すれば刑事罰が課されますよ。刑事罰ですって？当然でしょう。ごめんで済めば警察はいりませんからね。ちなみにその場合、罪状は何になるのかしら。触れる法律は？は？答えられないんですか？なんだこの女。いや大丈夫だ。ヤクザとつるんでるような女、大して頭が回るわけもない。初めから気になってたんだがな、お前弁護士バッジをつけてねえな。弁護士バッジってのは弁護士先生の身分証だろうが。この男よく見てやがる。法廷以外では外すこともあります。だったら登録番号は。登録番号？あ、言えないのか。弁護士の名札みたいなもんだろ。覚えてないはずがないよな。そんなものは個人情報じゃないですか。お伝えできるわけないでしょう。個人情報だ？日弁連のサイトで誰でも見れる情報が。聞いたか、有賀。ええ、聞いたわ。弁護士が職務を行う場合、弁護士バッジの携帯は必須。日本弁護士連合会改則に定められているわ。加えて裁判所その他の関係者に要求があるときは弁護士記章の番号を示さなければならないわね。なんだ、なんなんだこいつら。ヤクザだからってずいぶんバカにしてくれたようだがな、あいにくこっちもこんな商売なんでね。それなりに修羅場くぐってんだよ。お前が弁護士なんて真っ赤な嘘だ。そうだろ。弁護士でない者が弁護士を語るのは弁護士法違反よ。ましてやお金を騙し取ろうだなんて詐欺罪に当たります。警察？嘘だろ。なんで警察が。待ってください、これには事情があって。だったら話は署で聞きます。連行する。はっ、そんな浅知恵で俺を騙せると思うなよ。弁護士語り、慰謝料請求、詐欺グループ逮捕か。調べで余罪が明らかになったわ。あの男の一件からグループのメンバーも逮捕につながったのよ。け、芋づる式に悪事がバレてんの自分の方じゃねえか。ざまあねえな。あの男が弁護士じゃないってこと、トドロキは初めから気づいてたのね。当たり前だ。その疑って悪かったわ。ちゃう、俺がそんなしょうもねえことするわけないだろ。だいたいお前以外の女に興味なんかねえんだからよ。え？あれ？しまった！思ったことが口に出てた！今、なんて言ったの？違う！いや、違わねえんだが。だからその…嬉しい！それって、私には興味があるってこと？どうしよう！ドキドキして胸が張り裂けそう！お互いへの恋はもはや弁護しようもない。女刑事とヤクザであった。チャンネル登録と高評価してくれたら。好き？俺からも頼む。有賀屋のためだと思ってな。